おはようございます。今日はね、はい、僕ね、はい、ちょっと欲しいものがありまして、打ってこれ買ってこう買いたいなっていうのあるんですよ。はい、あ、マジですか？寿司？あ、違います。前回うますぎて、はい、寿司パチだっつって、はい、寿司を言ってたじゃないですか。はい、だからそれもありなんですけど、もうちょっと欲しいものがあって、はい、まあベアブリック。っていう、人形があるんですけど、それの NBA とのコラボが発売されてるんですよ。今限定で今表参道で売ってるんですよ。マジですか？でもう今の間しか買えないんですけど、はいはい、今だから今日これ終わって買いに行きたいんですよ。大体どのぐらいですか？いや、そんなになんですよ。僕小さいのでいいので、小さいのだったら800枚ぐらい。はい、あ、800枚 ?800 枚勝てればいいんです。でもでかいのもあります。はい。それは別にいらないです。あんま置く場所もないし。でも、はい、めっちゃ買ったら買ってもいい。それは3000枚ぐらい。3000枚？あ。余裕っすね。余裕っすね。翔太くんはどうする？だから今日乗るか乗らないかもまだ決めてないけど。はい。なんか勝ちたい理由はあるの？勝ちたい理由というか、あのなんか最近俺 iPhone の充電がマジで持たないんですよ。いやだから本当にもうずっと電源差しっぱじゃないと。古いからね。はい。え、クリスさん前なんか iPhone 買いましたよね。使ってますあれ？欲しいと。はい。あの。なるほどね。ください。ください。あげ、一番新しいやつの15プロの500ギガの方だから。はい、いやだ、俺だからじゃあ、うん、まだ買わせてください俺に。まあ確かに今は使ってないから。はい。どうですか、ね。そう。なるほどね。だから、はい、俺の今使ってないけど買ったばっかだけど。はい、あじゃあもう俺買いますよそれ。あ、いいよ。じゃあ、勝った分で払っていくってこと。払う。だって、5000枚余裕で超えるよ。え、だって、万枚出したらすぐ。万枚出したらすぐ行けますよね。え、じゃあ、これもう個々の戦いする？どうする？え、そうします？ただ、乗った時勝てないんだよね。いや、今までね、乗ってない時の方が勝ってるんですよ。そうなんだよね。一回乗らないでやります。一回乗らないでやります。おのおの目的。で、iPhone でしょ？俺 iPhone です。小さく買っても、じゃあ、ちょっとずつ払うってこと？え、そうですね。小さく買っても払っています。そうだ。何ですか？そうだ、忘れてはいないけど、ですか、あの、はい、今あれだ、そうだ、誕生日プレゼントだよ。え、マジっすか？お前もう昨日一昨日だったじゃん。はい、え、そうです。おめでとうって言おう、知ってたから言おうと思ったんだけど、はい、なんか言ったらこれ買ってんのもなんかつまんないなと思って。あ、本当ですか？あんま覚えてないと思うだろ、そら。いや、俺覚えてないと思って、俺誰にも言ってないから、あんまり。でしょ？俺、ツイッターすらあんま書いてないですよ。だから、はい、言ったら、あ、クリさん覚えてたんだ、じゃあなんかくれよって思われたくもないから。あ、なるほど。言わなかった。はい、はい、誕生日プレゼント。え、やった。え、これ何？うわ、すごい。これ、え、あれじゃん。ミックスアンプっていうか。そう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 、あのミキサーというか、安いっていうか、そんなに高くはないけど、はいはいはい、みんな使ってる。え、これですか？え、あのなんか、そう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 。え、これウィンデットも使ってる。マジっすか？え、塩に強くなるやつ。強くなれるかどうかわからんけど。え、これめっちゃ強くなるやつじゃん。まあ強くなるやつだよ。そう、プレゼント。うわ、ありがとうございます。勝てよ。俺絶対もらえ、普通にもらえないと思ってた。あ、いやいや、だから初めてのタンプレです。初めてのタンプレですよね。いや、今まで彼女とか。いや、いないんで。じゃあ乗るか、今日。いや、じゃあ乗りますお前なんか かわいそうだし、俺勝つ、はい、お互いだから相手を思って勝とう、今日。いや、そうしましょう。相手のために勝つ。うん、だからもう、はい、俺800枚出た時点で帰るから、はい、あ、え、マジですか？え、そりゃそうだよ。800枚で買い行くぞ、つうか、もうこのまま。うん、お前もだから別にいいよ。だからちょっとずつこの番組で返済してってくれれば、 iPhone は。わかりました。うん、じゃあ、ありがとうございます。で、実践スタートですってくれよ。いかがでした？うん、実践スタート。いや、ちょっとどうしますか？何打ちますか？悩みますね。ゴジエバも空いてます。寝台であるゴッドイーターはもう埋まってますけど、はい、ちょっと1台ね、撮影してたんですよ、はい、人によってはこっちも切れるんで、あの俺らの島だから。はい、いや、まあ、そうですよね。なんか勝手に撮影されても困るから。いや、言った方がいいかもしれないですね。いや、来た時言いましょう。はい、本当にそれはでもからくりじゃないですか。いいよ、ゴールデンカムイもあるけど。ゴールデンカムイ行きます？ゴールデンカムイ行きます？朝一なんだよ。朝一ですか？一周する？あ、じゃあ一周。いいよ、ゴールデンカムイ行こうよ。ゴールデンカムイ行く、一回。はい、おう。いや、もう翔太があんまいないよ、ゴールデンカムイまだ売ってるやつ。いや、ほんとっすよ。ほんなら、行きますか、翔太くん。はい、まあ、なかなかこのタイミングでゴールデンカムイってのもね。いや、そうっすね。まあ、クリチャンネルならでは
感じはあるけど、はい、行きましょうよ。まあ、行きましょう。朝一台なんで一発当てよ。で、俺は800マイルありゃマジでもう今すぐ表参道行くから。わかりました。あれ、これ乗り打ちですよね。乗り打ち、はい、もう乗ろう。いや、やっぱ誕生日プレゼントもなんか生まれて初めてもらいましたみたいなさ、はい、一緒に頑張ろうよって言ってる方がやっぱいいじゃん、はい、そんななんかお前負けろとか言いたくないじゃんそんな日に、はい、ごめんなさい、ちょっと待って、全然聞こえてない。俺の声、え、俺の声、はい、なんとなくで喋れる、なんもう分かるだろ俺が何言ってるか。いや、まあ、そうか。なんて言ってた今。え、翔太君大好きって言ってたでしょ。翔太君大好き。まあまあ、間違ってもいない。まあ、間違ってもいない、間違ってもいない。まあでも、ね、本当だ。いや、今外したのよ、終了チャレンジ。はいはいはい。あと俺、前にここの店で打った時にマジで悪くなかった時あるんだよね。はいはいはい。意外と好きなんじゃないですか。あるよ、はい、いや、マジ店長好きあるよね、はい、全然ゼロじゃないよね、どうせ打たねえだろお前らみたいな。あとゴールデンカムイも好きだし、クリさんのことも好きな可能性ある。いや、俺が今日来るのも知らねえのよ。いや、だから感じ取って、好きすぎて好きすぎて感じ取って、あー、なるほどな、やってくれてるって可能性あるっすよ。まあでも俺たち別に高設定積もってぶん回すわけでもないじゃん。朝来たわけでもないし、はい、いつもこの番組は起きたタイミングにいつ行くか決めるがもうモットーだから、でもサクッと買って帰るよ。そうですね、買いに行くよ、はい、入れるわ。まあ、とりあえずリプレイをね3回欲しいね。はい。え、クリさん大丈夫だよ。え、クリさん、え、クリさん、クリさん、俺はもうこういうのに頼らない。いやいやいや、絶対頼った方がいいです絶対、それありきです。なんかすげえ泣いた。応援してくんなかったもん。いやいやいや、めちゃくちゃ応援しましたよめちゃくちゃ応援して。いや、マジで申し訳ない。いや、まあ、いや、でも、もうなんかどうしたらいい、じゃあどうしろって言うんだよ。いや、で、俺知ってるんですよ。でも俺、何がクリさんね、ゴールデンカメ下手なのよ知ってんの俺。ゴールデンカムイ上手い人はこの世にいないのよ。いや、いますって。なぜならむずいから、はい、いや、やめようよそんなガミガミ。まあまあまあ、ね、やめようよ。俺そう、いや、ガミガミ言っていいんだな。いやいや、やめよう、乗り打ちだから、はい、ゼロリプレイはあんまり聞いたことないですね。おっ、朝一だしな。朝一。いや、これだから、ね、さっき言ったよね、はい、俺が6って負けた時、はい、何がきつかったって、もうここで7引けるかどうか。なるほどね。本当にそこだと思う。さあ、99ゲーム、まあ、リプレイしたいんだよ。はい。あ、オッケー、完璧完璧だった今。最悪だよこいつ、最悪。確かに白マジで、まあ、変な話抜きでやめ時だよね。いや、本当にそうですね。でもいいと思う俺は、はい、やめる。でもいいと思う、ゴールデンカムイを好きだから言える、はい、勝ちたいならやめてもいいと思う。あ、なるほどねいや、まあ一応レグだったし200だったらもう一発取りますよ。あ、なるほどね、はい、まあ、いいよいいよ、全然いいよ。チャンスアップ、あ、大丈夫だ。さすがに1000だった。やっぱ黄色とか出るとね、こういうのがあるから。まあ、え、あ、大丈夫ね、はい、OK。 400でも416ゲームですから、はい、早い。13000円で見せますよ、ゴールデンカムイプロかゴールデンカムイプロじゃないの差を。ここで翔太君、はい、改めて言うよ俺、はい、誕生日おめでとう、はい、ありがとうございます。な、長かった今。いや、これね、長さあんま関係ない。あ、関係ないですか。そう、はい、誕生日おめでとう。さすが、やっぱプロっすね。いや、そうだよね、言ってんじゃん、ここが全てだって。やっぱすごいっすね、やっぱり。俺ね、すごいですよよし、じゃ行こう。お前なんかさっきから俺先輩がお前必死にやってる時なんかスパ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 ス言いながら、いや、要はそんな余裕ぶってきて。いやいやいや、違う違う違う、いや違うんすよ。いや、俺はだからその気を使わせるとあれかなと思って。いやいやいや、とはいえなんか こんなのはないだろ、はい、もっと気持ち入れてあれしろよ、はいはい、
いや褒めて、いやさすが褒めない、もうグッてもう見た目でわかる、そう絶対変わるから、はい、もっともっと作れよ、ほらそうだよそうだよ、グッて歯痛いですよ、なんでだよ、ちょっと今、いや親知らず抜いて今これパンパンに腫れてるの、こっちはいつ、いや2日前です今一番腫れてるの、その中で今グッてやってみて、痛いの今、痛いふざけんなよお前、親知らず抜いてゴールデンカイブうち来んなよ、いやいやしょうがないじゃない、気持ち入れてお前作れ、その中でも精一杯の顔やってくれよおい入れろ、ほらもっとだよ、ほら頼むぞ翔太君、さすがにグッとグいやほらお前顔入れろって、いけるいけるいけるいや、まだ大丈夫、間に合う間に合う、いやもうチェリー引くしかない、引くチェリー引いた、でも2発当てた、当たったよ、いける、あいけ、消えろ、そりゃダメじゃん、そりゃそうだよ、お前だってあんななんかってかばいながら、いやいやいや、やってたっす、ちゃんとめっちゃ痛いの、帰る、え帰る、帰ります、俺もう置いて帰る、899だけど、ざけんなよ、おいおいおい、どこだよ、置いてやるぜ、いやいや、言わない言わない、どこだよ、いや言わない言わない、どこ、こっち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 、じゃあこっちじゃねえかよこれ追うの、え追うの、え、どうしてどうしますちょっと一回見てくるか、はい、周り、あ、50番埋まってるぞ、1台だけ空いてるわ、あー、からくり空いた全部、あー、でも天国見たんだ、ここはだから変わらない、おい、うちの島に何しに来たんだよおいおい、誰に許可得て撮影してんだよ、はい、おいおいおいこれおい俺何言ってると思います、ゴールデンカムイ俺とマリモさんしか好きって言ってるのまだ聞いたことない、買って帰ろう、はい買って帰ろう、いや聞こえてるだろ、何すかえまあ、マリモさん、買って帰りましょう、ね、どうする、でもざっと見た感じ、はい、あんまないよな、ないもう主要の台は埋まってたし、はい、一発 AT 入れないと気持ち悪い、気持ち悪くないですか、 AT 入れて出せなかったらそれはもう終わりじゃないですか、いいじゃあいいよ、腹くくるってことね、ゴールデンカブリ、はい、いいよ、おいおい、来た、いい、2回はさ、まずいだろ、いやほら、いった、はいな、おさあ、翔太君、はい、298ゲーム、早いね、298、まあ、マンボウだったんで2万ぴったし、俺は2万4000、いやでもまだいけるよ、はい、うわ決まった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 、あさすがにね、さすがにさすがにね、さすがに、いやマジ頼むわ、はい、やっぱ兄さんに人形プレゼントしたいじゃん、いや俺は翔太君にプレゼントしたいから、いやそうっすね、俺でも翔太君に誕生日プレゼント渡して翔太君が号泣すると思ったからあれだったんだけど、はい、号泣しなかったな、いやちょっと号泣はハードル高すぎますタンプレで号泣してくれると思ったんですよね、そんなやつ引くでしょ、号泣してほしかったっすね、もう一緒っ端からリプレイ引く、チェリーでいいんじゃない、まあ、チェリーでいいか、赤なんない、足場怖い、あ回ってる回ってる、ある、うん、いい全然いい、スイカ、いやいや
いやー杉本2連楽はな、マジで楽ない。ある、頼む頼む頼む、よし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 、ナイス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 、よかったね、よかったよかった。いやもうこっからピュードはドーロール言ってらんないもんね。はい、ナイスナイスナイス、よっしゃ、さすがにねオーバーキルまではしてないと思うけど、はい、オッケーオッケー、いやよかった、ありがとう、AT 入った、よし、とりあえず伸ばして、オッケー、2000枚ね、いきます、はい、嘘でしょ、 お前マジで、おどうなってんだよおい、ちょっと待って、嘘でしょ、これで終わりました、しようっす、何やってんのお前、何もできた、何もできなかった、ないよな、いやとりあえず俺見とけよ、419ゲームだからハマってないで、今食べたから終了、29,000円、はい、とりあえずもうこんなもん絶対ビッグだからな、俺やばいもん、はい、ミスなしでいくから、俺オールビッグです、もう大丈夫だ、安心しろクリス、もう3回目はちょっともう AT、 うるせえなお前、あんな駆け抜けてるやつじゃない、もうお前、いやいやいや AT 入ってるから一応、なめんなよ、全部まとってやるよ、ふざけんな、いやふざけんな、人が真剣に打ってる、いやいや、力ちょうだい、ちょっと力ちょうだい、力ちょうだい、熱、この熱で、この熱でです、違ったわ違う、ちょっと待って、なんでだろう、めちゃくちゃ言ってたのに、 なチェリー、チェリー、いやもう、いやエース見てもないじゃないですか、もうこれ何モコモコだった、次解放確定なんですよ、あなるほど、じゃあもう終わらなきゃダメだ、まあ、これだけ言わせろ翔太君、はい、マジでちゃんとこれだけ言わせろ、ごめんなさいいやもうマジであれはもう本当にだからもうこれでもう決めるんで、ああ分かりました、任せますよ、どうするかは、はい、まあ、一応このシルチャンス、ああ、あ、いやでもね多分当たると思いますよ、さすがに前兆強すぎた、ほら、あじゃあチャンスじゃん、まだあんじゃんチャンス、あでも倍数引き継いで、ビッグできないか、いやできます、倍数引き継いでるよ、いや引き継いでますよ、100以内だから、ビッグできないじゃん、いや叩きますクリスさん、いや俺はだって入れれる、俺だってもうノーミスじゃん、入れれるから、だから一旦クリスさんやってビッグ入れたら、俺はビッグ中うまいから、確かに、うまかったか、はい、あ、うまかったな、ビッグ中はうまいから、いやだからそれを朝気づけばよかったね、そうですね、いやいや翔太決めていいよ、はい、もういや俺だったらだって 100% だからつまんないじゃん見てる人、いやいやドキドキしたいでしょ、いや 100% いやいやちょっと俺はこれ 100% を 75% に変えたくないから、あいやいや、とりあえずまあ55ゲーム年変わらず2万、決まった、はあ、だから言ったじゃん俺に任せろって、いや言ってないっすよ言ってないっすそれは、あ行くんだ、あ行った行かなかった、オッケーオッケー、さあここでもう今日は帰ります、はい、なぜなら俺はこのまま7000枚出すから、まあ AT 確定で4万4000円です、はい始まり、はい始まりました、はい、じゃあ行ってくるわ、お願いします、お前俺もう終わると思ってるだろ、はい、
だから嫌なんだよな俺。だからあんまり素人と喋りたくねえんだよな。いやじゃあ決めてください。それは俺はそう思ってるけど、それ覆してくださいよ。だよな。いやそうなんだよな。いやだから、いやそうなんだよな。だから嫌なんだよな。なんかあんまり俺のこと知らない。いや覆してくれたら別に俺何も思わないですけど、そうやっていろいろ言って結局何もなく終わんだって思うんだ、はい、でなんかえへーみたいになって終わるだろうな、クリさんはみたいな。いやだから俺嫌なんだよな。あんま何も知らないんだよな俺のこと。大丈夫。じゃあそのじゃ結果だけ見て待ってればいいってことですね。ちょっとそうだね。さすがに1回も参戦しないはもう論外も論外ですから。いやだからなんかそのああみたいな顔してたからなんか萎えた。ああ何にも、ああ何にも、あ分かる、あ俺はまだ分かってもらえてないんだ。一回も参戦してくれないことなんてあるんですかこれ。やばいってやばいってゼロ参戦じゃないですか。え何が、えこっからの栗山直人じゃないですか。そうこっからの、いやいや、あなたが言ったんですよそれ。はい、俺はもうこれでやめます。もう86枚まで減りました、はい、すいません。1937枚のマイナスです。いやだからもうビッグも入んねえさ。だからそれ当たるの分かって天井だもん、はい、ドヤ顔されても。でレギュラー引いてすいませんっていう終わりだろ。おどけるんだろ。いやそのパターンだろ。おどけないです。いや見ててくださいよ。投資3万40002人で7万ちょ、はい、3500万。あまあまあそれは出せるわ。引きますよ。いいよ引けよ。いきます。な帰るぞ、はい、か残った4000円とかでパチンコ打つか。パチンコ打ちます。5万入れて4あと4000円ぐらい、4万4000円使って100枚ぐらいある。これ3万4000円使って50枚ある。4000円と6000円でパチンコ打つ。残り1万円だけ打つか。ちょっとだけちょっと見ますか。まあ2人合わせて7万8000円ぐらい負けてるの今、はい、1人3パチ、はい、でここにいろいろ込めて1万4000円余ってます。まあ、これ全部使い切ったら1人4万5000円負けかな。だからこの1万4000円でこのラッキートリガーケージ当てましょう、はい、そしたらもうまくれますから。えそうですね。だからこれ1枚ずつ使ってこうよ。あ分かりました。ここから1枚ずつここから、ね、そうそうそうここから、ね、よし行こう。で先バレと先読み両方入れたら、はい、行った時に信頼度が上がる。あなるほどね。まあそれはおのおの自由で。まあ俺先バレだけにしてください。俺も先バレだけでいい、うん、よしじゃあ行くぞ。初めて打つの。いやお面白いよ普通に、はい、なんかね、レオコちゃんと僕打ったけど、はい、これ当たるんだが外れたり、これ当たらないだろうが当たったりするような台のバランスにしてる、はいはいはい、あるっていうさ。なるほど。いやもう本当これ終わったらもう俺表参道行かないと。そうですね。5万ぐらい負けて買いに行って絶対でかいの買えないから、ね。いやそうですね。絶対に買えない。もう無理。さすがにでかいの買って俺子供の前にただいまって言えないよ。そうですね。パパ今日いくら使ったの。いやいやそんな喋れねえよ。なめんなよ7ヶ月。いや本当に翔太君先バレ、はい、もうそれだけでいい。もうそれしかこれ入れたらここ光るからビーン。自慢じゃないけど俺 85%75% かな、はい、キセル外してるから。マジですか。だからもう当たる。あなるほどね。2回外すことないだろ。確かに逆に来たら当たる。そう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 。いいぞこれ。トッポ食っていい景品。あいいっすよ。先に先バレした方コーヒーだ。だ負けた方がコーヒーおごりだ。わかりました。おい！のど。コーヒーだ。3個目。あコーヒーだ。コーヒーだ。いやこれ強いべ。さすがに。あっきらす。ケージって大体画面に槍刺さったら強いでしょ。1連敗じゃん、しかも。1連敗強いんだっけ。これ長ければキセル入る。ああ違った。あでも
こっち側のやつは発展したら熱い。いや大丈夫でしょう。ほら来た、いけ、なんかあ、いった、よし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 、大丈夫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 、マジで大丈夫、行く。ラスト、あいっ、さすがっすね。だから言ったじゃん、俺が救ってやるよ。さすがラッキードラが入れないんだろ。はい、そうだ、もう一個があるのか、戦モードがあるんだ。そう、それ合わせて 52% だ。よし、こっち行っていい？あ、分かりました。これ期待度はある、はいはい、じゃあ、お、いいよいいよ、うん、2、いや、いいいいいい、悪くない悪くない悪くない、あ、最初一発目が 27% ってことね。悪くない、あ、マジで悪くないかも、翔太君、マジで悪くない、いける、はい、いける。いや、俺もっと低かった気するんだよ、前打った時41。いや、もうほらね、強いのよ翔太君、マジでこれ、ある大丈夫だよ、信用しろ、はい、52%。 いや、大丈夫だ、50、いや、いける、あいし、きた、入った、これがだからラッキートリガー、ラッキートリガーだと思う、うん、おいしゃれ、触らせてよ、え、触らせてよ、ちょっとラッキートリガー叩かれいいじゃん、まあいいっす、ね、歌舞伎バースト、うわ、さすが 87% ループだよね。まあ、普通でいいか、引き掛けなしでいいか、はい、いや、クリさん、やっぱ歌舞伎、これはやばいね、クリさんだよ、やっぱり、これは任しとけ、うん、2万パス出すわ、まあ、余裕でまくれるでしょ、はい、2万パス出したら、いや、まくれてねえわ、まくれてないです待つ、待ってる、俺、あ、いいよ、打ってて、あ、大丈夫だろ、赤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 は大丈夫ですよ、さすがに大丈夫だよね、うん、よし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 、さすがに大丈夫だろ、よし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 、よかった、いたいたいた、あー、よかった、不安だった、弾もらってないからさ、まだ、あ、そっかそっか、いや、俺ワンチャンス出てきたぞ、本当に、いや、これ俺も当たったらマジでまくるじゃないですか、おう、ちょっと俺一人でまくるよ、大丈夫だよ、あ、まあそっか、じゃあ俺は、でもだから上積みすればいいのね、戦モードくらい入れてくれれば、あ、オッケーオッケーオッケー、あ、先バレ入れてみようかな、入れてみていい、大丈夫だ、 87% ループだろ、そうっすね、はい、俺だろ今、え、違う、多分後ろ、マジか、はい、じゃあ後ろ、後ろさ、あれ、吸引みたいな、なんか言ったから、はい、先バレしてないんだよな、俺1500円だ、あ、いったいったいた、先バレしないって、何なんだろうね、してたのかな、実はしないのかな、じゃあいいや、よかったよかった、あ、した、先バレしましたよ、めちゃくちゃ強いっすね、いや、こうなったら続きそうだよね、はい、なんだよその顔、いや、調子いい調子いいと思って、なんだよそれ、応援ですよ、なんか助かったみたいな、いや、クリさんありがとうみたいな感じじゃないもん、いや、ありがとう本当に、いや、助かった、いや、ちょっと待って待って待って、なんだよ反射で食ってって言ったいや、だってそんななんか先バレもしねえでさ、今しますって、先バレ入ってる、入ってますよ、いや、それはちょっと煽りですよ、それはお前先バレ入れてないんだろっていう煽りです、それはゴールデンカムイの時とかもなんか俺のことちょっとバカにしてたけど、もう結果俺の方が勝つっていうのがもう分かったの、じゃあゴールデンカムイはやっぱダメよ、クリス下手だもん、ゴールデンカムイ、いやいや、うん、簡単じゃん、俺が得意なの何、え、刑事まあ約6000は持ってる今、はい、何発出せマジで、2人で9なんで、はいはい、いや9もないから2人で8だったの、これ始まる前78だから2万は最低だな、でお前が当てなかったらもうマイナスだな、はい、俺が2万出した上で、はい、で翔太君当たったらもうその分プラス、はい、1000円で鳴らせる、まあ、鳴らせますよ、鳴らせなかったらどうする、え、鳴らせなかったらどうする、いや、それはやっぱあれじゃないですか、
親知らずみたいな。ああ、じゃあいいよ。鳴らしたらいいよ。で、当たる当たらじゃない。鳴らすかどうか。ああ、なるほど。ちょっと一回 おしっこしてきますよね。オッケー。はい。翔太君、このまま帰ってくんないかな。一人分だったら別に勝ってんだよな。眠た。眠て。今眠てって言ってたよな、翔太君。ああ、聞こえる？お前、俺今1万2000発よ、はい、お前今、帰ってくると独り言で眠てって言ってたよ。言ってないっすよ。言ってたよ。でも、眠たくないっすよ、ね、先輩が今めちゃめちゃ頑張ってんだよ、まくろうと2人の分、はい、もう俺の分はまくってんだよ、これ、はい、いや、言ってたよ。聞こえてたよね。だって眠くないもん、ね、いや、だって、あ、眠てって言ってたよ。もうこれ、じゃあもうノリじゃなくていいんだな、じゃあ眠たい。いや、俺眠たくないっすよ、だっていや、眠たくないっすよ、俺。いや、マジ聞こえてましたよね。眠たくないもん、だって本当に言ってたよ。本当に俺眠たくないもん、だって怖いよ、お前。自分で聞いてみてよ。あ、そう、本当に言ってた。本当に言ってた、多分。分かった。いや、マジ怖いって、また。考え方してたのかな。いや、マジで、お前それマジ直した方がいいよ。危ないよ。え、でも全然俺そんなこと思ってない。いや、分かるよ。いや、はい、お前でも眠たいって言ってたよ。言ってました。いや、マジで。だから知っていたね。眠気覚ましてやるよ。違う、眠たくないんだって、俺。眠たくない。いや、言ってたもんね、みんなね。だから眠気覚ましてやる。いや、俺眠たくないのよ、俺。俺マジでまくるぞ、今日二人分、俺。本当にまくるぞ。いや、マジであるっすね。いや、だから言ってんだろ、はい、眠てえやつのために頑張りますわ。眠たくないから。いや、だからぶっ壊れてない。相棒がこんな頑張ってんのね、お前。感謝の気持ちもない。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもいつもいつもありがとうございます。なくなりましたね。お前なんだと思ってんの、2人の金を。いや、気軽に打ってよ。いや、気軽に打ってないですよ、マジで。一番俺がコツコツ出してんのもう意味なくなんだよ、はい、お前。でも1回1000円やったから。もういやいや、マジで。いやいや、1回やったじゃないですか。いや、1000円やったから。いや、やったじゃないですか。いいね、もういい。はいはい。何、お前心配して覗き込んだけど、おい。いやいや、発達すぞ。いや俺何回俺ここの死地を乗り越えたか。いや、はい、いや、信じてますよ、俺は。信じるとかじゃねえんだよ。じゃあ顎突き出す、差し出せよ。それしょうがない、1000円使うたびに。それは、はい、これラスト。お前ふざけんなよ、マジで。現金全部使ったじゃねえか、はい、俺らの。いや、残掘りあるから、ま、だでも先払い入れてるからさ、はい、どうなんだろう。まあ2万両はまあ、いやいや、もうまあいいよ。さすがですね、マジで。まあない。いやいや、もう十分でしょう。18651玉。さすが、はい、じゃあお疲れ。またいや、ちょっと待って、また連絡ちょうだい。まだざっと僕のプラスは1730枚だから、ちょうど買えますね、人形。買いに行きます、今から。いや、翔太君ありがとう、誕生日おめでとう。2人で、またな。2人で1つ、2人で1つ、おぼろと玄之介。どっちおぼろ。いや、そっくりさ。あ、俺おぼろなんだ、はい、あ、じゃあいいよ、まあ、早く行こう、はい、よ、ケージプロ、ケージプロ。何が、お疲れ様です。ほんと情けないよ、お前は。お疲れ様です。コーヒーごちそうさん。もうなんぼでも。あの先バレ対決の先バレで全て決まったんだな、はい、いや、俺もまさか2万発ぐらいまで行くと思わなかった、本当に。調子いいな、お前。俺は自分を信じてるから。いや、俺はもう行くと思ってた、マジで行くと思ってた。本当に。いや、まあでも結果2万発弱出て、2人合わせて750枚ほどのマイナス、はい、だ1人350枚、300、まあそんぐらいの負けになったのよ、はい、だからもう勝った気持ちは勝った感じじゃん、これ、はい、9万負けからだから。もう勝ちですね。だから俺も買いに行く、今から。おもちさんの、はい、でも安い方にする、ちゃんと。あ、でかい方持って子供の前にはいけない。あ、負けたけど、こういう負けってなんかそんな負けた気しないよね。うまくできてるよね。 うまくできてますね。でもこれは負けじゃないですよ、やっぱり。何、クリさんかっこいい回だ。お前今危険感じたろ。何ですか、危険感じて。なんか褒めたろ。いや、褒めてる。いやいや、危険感じるとかないっすよ、マジで。いや、カメラ界のここタッチは NG です。ちょっとね、カメラ界。
すげえ、ね、かっちょいい。メディコムトイさんの欲しい。どうだ、これ欲しかったんですよ、これ買えなかったんですよ、うん、あ、それは買えないんですよね。今売ってる、これの NBA のやつは今出てるけど、あのでかいの、うん、このでかいのか、あっちかで悩んで、はい、そうたく先バレなかったからちっちゃいのにします。いや別にそれは俺じゃないです、やっぱクリスさん今日スターだから。どういうスターだから、とりあえず買いに行こう。はい、買いました。小さい方ですけど NBA とのこのサイズもね欲しいんだけどね、このブランドが。いやそれ次勝った時じゃないですか、やっぱ。まあ負けて買うのはね、はい、勝った時でしょ、ちょっとあれだから、はい、いやいいっすね、はい、なんかいろんな欲しいフィギュアもあったけど、まあ買って買いましょう。とりあえず今日これ手に入ったんで、あざっす。